プロデューサーさん、お待たせしました。はい、大丈夫です。どんなことでしょうか。新曲のリズムやパフォーマンスはマスターできたと思います。はい、皆さんを参考にさせていただきました。それと歌唱メンバーの方々を見ているのですが、皆さんの元気、それに明るさが生み出す力は一人一人とても違ったものに感じるんです。昔からお母さんに鍛えられたからかもしれません。なんだかその頃の話を思い出しました。小さい頃からお母さんの教育方針で役者さんの演技を見ていたのですが、同じ演技でも笑顔は一人一人違う。その理由はなぜだろうって、そのことをお母さんに聞いたことがあるんです。思いによって笑顔は人それぞれに違うと。よく気づいたわねとお母さんが言ってくれました。思いで作られる笑顔が本当の笑顔だと思うわとお母さんは教えてくれて、私にできるでしょうか。でも特にステージ上では私に本当の笑顔ができていると思えなくて、そういうことはないんですけど、私がステージの上にいていいのかなと思う時はあります。そうですか。あやちゃん、何か言ってましたか。そうです。すみません、その話はあまり。